コメント来てた。コラボガチャの10連して出たキャラの中だけで PVP お願いします。博打するね。じゃあ回していきまーす。え、あるあるある、全然ないやんお前近いねじゃねえかお前。え、これでパーティー作んの。左からガチの10回ガチのハゲでっかカブトムシ、一番記憶にないキャラ。みんな頼む頼むから、戦う前から俺の心を折らないでくれ。おー、めちゃめちゃハゲたちはしゃいでるやんこいつら。てかさ東急飯食ってんだけど俺、東急飯食ってるよこれえ、なんで相手傷ついてんの。なんかした俺、傷ついてる相手が。かわいそう。ガチの実界の力見せたろかい。うわぁ、びっくりしてるよ相手も。何があったんだって。ありがとう。結論、二度とやりません。ハローエブリワン、フォーエグザンポー、どうもコスです。ということで本日はですね、とんでもないデバフパーティー思いついてしまったので、そちらを使って PVP やっていこうと思います。ということで前回の動画見てくださった方ありがとうございました。まだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。ということで早速行きましょう。パーティーはこちらですね。フェスマーリンを入れたデバフパーということで、裏枠にこちらデバフの帝王フェスゼルドリスを入れております。特殊戦技がですね、全ての敵にかかっているデバフ効果1個につき味方の基本ステータスが3パーずつ増加する、かっこ8回までということで、ね、最高で3パチ20パチ違うか。ということでこちらをね入れて、最初からデバフを2つ、そして攻撃して3つ4ついっぱい合わせていくことで、もうねフィーロタンとフィロリアタンの火力がえぐくなりますんで、ぜひご覧ご賞味あれ。さあやっていきまーしょう。はーい、お願いします。うわぁ、魔人パか。なるほどなるほど。まあ、これ回避飯の可能性もあるんで、一旦全体これ3枚でいきましょう。で、あ、回避飯なかった。いいよ、火力いいよ。やばくないゲルーダさんすら瀕死状態。硬い。バチ勝てんだけど、何こいつら何こいつらマジで。ということで、最後はこれでいきましょう。レッツゴー。おかしいってこのキャラ。あ、待って待って待って、な何それ何。いや、そういうイレギュラーには対応してませんよ、うち。いや強いってこいつ。あ、反則だってそれ。ちょっと作戦変更。これめっちゃ強いじゃん試しで言ったらこれめっちゃ強いじゃん。喋んなかったけど俺。なるほど、一発目でもう金札全体ね。ほうほうほう、なるほど。いい、硬い硬い、素晴らしい。じゃあ感染打って単体全体レッツゴー。強っ。この編成に決定です。おー、お願いします。うーるちょーいるじゃん。いや、これ回避飯やだな。回避飯やだけども、フィロフィロフィーロ全力でいくわ。よろしく怪盗メロンパン。回避飯じゃない、倒せない。これ無理なん。まあ大丈夫っしょ、ここで誰かしら倒れなければ。なるほど、一発で落としに来たね。いや、エキドナはマジで耐えてほしい。耐えろ。おお、硬いやるやないかい。
え、バチクソ硬いじゃんこいつ。なんなんこいつ。じゃあもう完成打って全体2枚で終了だよ。レッツゴー。え、正解はこのパーティーでしたわ、皆さん。なんかごめんなさいね、さっきちょっと言い切っちゃって。ありがとうございました。バカ強。もう一戦いきましょう。うわ、嫌なやつ。もう、こいつらやだ。まあでも、感染2枚あるから、とりあえずこれでもう全体どんどん切っていっちゃって、いや、単体ここ攻撃しとくか、一回。いや、違うな。単体、いや、攻撃しとこう、ここ。OK、回避じゃない。強いよ。これもう、コントンさん、ファンさんいなくなれば俺の勝ちだから。OK、OK、OK。素晴らしい札。素晴らしい。アンダーザシー。え、これ全体攻撃止められる？止められちゃうやつ？大丈夫だよね。止めないでね、全体攻撃。やった！あ、終わった。まあいいっすよ。そんな100も承知で、俺はコントンさんパンさんに挑んでるんで。レッツゴー！やるよ。倒せるっしょ！あれ？コントンさん？コントンさん？頼むよ！お前だけ残るんけ。いやでも感染取れてる。感染取れないから。この2枚耐えれば勝てる。耐える耐える耐える耐えてくれ耐えてくれ。オーケーオーケーオーケー、いって、もう頼む。はい、勝ち。素晴らしい。わーい。いやー、これさっきと同じ人じゃない？オッケー、なるほどね。じゃあ、完成多分入るっしょ。回避飯じゃないでしょ。オッケーオッケー、いいよ。素晴らしい。感染来たのでか。流星立て。オッケー。でまた、おっと、全体攻撃を止めてこなかったってことは勝ち確ムーブということでよろしいでしょうか。レッツゴー。うえへへへへ。お、どっちも耐える。それちょっと負けっぽくない？あ、まずいまずいまずい。普通にまずいって。まずいってまずいって。あぶね。よかった。そっちなら全然オッケー、マジで。うーん。何この画面、見たことない。ということで本日もご視聴ありがとうございました。いやね、動画撮る前はね、もう恐ろしく強くて、もうえみたいな。え、やばくないこの編成って思って一番最初の編成やったんですよ。ただ動画撮ってみたらなんか、ようわからんくなっちゃったんで、はい、ようわからんままの動画になってしまいましたが、最後まで見てくださってありがとうございました。皆さんもぜひこちらのどちらかの編成を使って遊んでみてください。ということで本日のご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで次の動画まで、うのどうストレス、 Thank you。 ということで、やばくない？グラクロ YouTuber の皆さん、水を得た魚のように動画を上げまくってる。多分すごい人5本6本上げてんじゃないかなってぐらい上げてるんですけど、僕はね、ちょっとそんなスピード早く作れないので、マイペースに上げていこうと思います。ということで一回飯食ってきて編集するんで、皆さんぜひコメントお待ちしておりますので、連絡したい方は連絡してください。ということで、おやすみー。